さあやっていこう、エミオですね。やっていきましょう。さてなんだっけさてなんだっけとりあえずどうやって手分けしようか。あ、そう、手分けする話ね。そうだったね。とりあえずエンコードを今走らせているので大丈夫でしょう。こういう時プログラムでやってると楽ですね。その前に今日分かったことを整理して推理するのがいいんじゃないかしら。来た、推理ターンあったね。うん、そうだね。推理するが増えるのか。オッケーオッケー。だが呼ぶぜ。先生、戻ってきてくださいよ。なんちゃって。なんで僕らを捨てていくんです。うっちゃ、どうして。何言ってるのよ。はい謎。先生がいなくてももう心細くなってないぞ。あなたはいらないんだ。僕らにあなたは必要ない。アイビと二人で十分だ。先生がいなくても、はい、この落差。まずは今日分かったことを整理して。はい、ちょっと毎回調べてる時間かかっちゃうのもあるけど。あ、電話できる番号教えて。アイビ番号、番号。え、あ、はいそういうの来るの。え、080あゆみ、あゆみあおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめの上もう一度おかけ直しください。なんでこいついいスマイルしてんの。なんでこいつアナウンスに対していいスマイルで返してんの。そっか、そういう感じね。どこでも電話かけれるんだ。じゃああれだね、前のシリーズで使った番号いけるんだね。オッケー使えるんだね。あゆみちゃん、宇津木先生事務所。あゆみちゃん、どう。もう目の前にいるのに早速かけてみたの。そうなの。うん、携帯電話使ったことがなかったから。そうだな、今の子は使ったこともないわな。私も電話を持ち歩けるなんてとても便利よね。これどの時間軸なんだろうな。どのくらいの年代なんでしょうねこの発言。でも必要な時にだけ使うようにしましょうね。すぐ充電が切れちゃうらしいから。切れなくね。携帯の時代って充電なんか切れなくないですか。あんまりスマホと違ってそもそも画面ちっちゃいし。そうだね、気をつけるよ。そうなのか、まあ、重度の携帯ジャンキーはそういう感じだったのかな。だがかけるくっそくっそ、なんか今のセリフよく聞いた気がするな。いい加減にしようみたいな。やめておこうっていうのすげえ聞いた記憶があるな。助けて先生。はい、宇津木です。早速何かあったのか。いえ、携帯電話を試しに使ってみたんです。どこでも電話で話せるなんて便利ですね。便利ですよね。もうクレジットカード登録してめっちゃキャッシュで決済しちゃっていいっすか。いいか、この回線で買い物していいっすか。電波が届く場所じゃないと繋がらないからそこは注意が必要だよ。それじゃ。どういう優しさなのこのゲームの優しさは。電話についても教えてくれるんですか。事務所、ほら、エミ出て。エミ、この電話あなたでしょう。好き、この顔好き。ごめん、もういいっすね。遊べるアイテム増えたな。事務所、あゆみちゃんに怒られそうだからやめておこう。そうだな。いたでんと。宇津木先生、先生の邪魔をしちゃいけないからやめておこう。うん、このキリッとした顔で何を考えてんのお前は。何を考えてんだろうな。そっか、考えるか。推理してから考える、調査の基本よ。推理と考えるは別なんですね。なるほどね、そういう感じね。手帳を開く。なんか登録されたっけ。エミオが更新されただけか。はいはいはい。出会った時に笑えばエミオはそのまま立ち去る。エミオの素顔を見たら殺されるといった説もある、うん、では本日のアイビチェック。本日ってか日付別に変わってねえけど。あゆみちゃんの言う通りだ。まずは今分かっていることを推理してみよう。そうな、すべてはアイビ様の言う通りだな。アイビ様に従え。すべての民よ、アイビ様に従うがいい。そろそろせ。ここはあんま調べられるのないんだな。あ、本があるな。読書は大事だ。だな、俺最近読書趣味にしてるからな。その通りだな。趣味にしようと思って強制読書を行ってるからな。その通りだな。割と読書ね、コスパいいよ。コスパっていうか、いろいろいいメリットが多いけど、ね、まずは今日分かっ。先生がいなくてもダメか。もうこれくらいかな。あたり、今日は掃除できていない。何そのこだわり、掃除へのこだわり。なん電話かけれますか。事務所の電話だ。ダメか、ここは変わんないかな。ある程度で切り上げないと結局変わんないこと多いからな。じゃあ推理するか。今朝遺体で発見された佐々木くんは男の子だが男だ。その様子から自殺だと考えられている。その様子から他殺だと考えて自殺だな。その様子から
自殺だと考えられている。考えられている。え？警察は首を絞められたことによる他殺だと考えているんです。それが犯人のトリックなんだ。あれは他殺ではなく自殺なんだ。犯人とは一体。でも犯人とは一体。あ、そうだった。もうしっかりしてね。はい、しっかりしてないのが私なんですよ。そして佐々木くんは発見された時、笑顔が描かれた紙袋をかぶっていた。彼のその姿はエミオという都市伝説の犠牲者によく似ているようだ。エミオ事件という事件の犠牲者によく似ているようだ。お、なんか違うのこれ。なんか違うのこれ。これ何、オカルトルートと科学ルートってこと？そういうこと？そういうことなのかな？流行り紙かな？特殊報道部かなこれ。どっちルートで行きますかってこと？じゃあ都市伝説で行こうよ。綾瀬呼んでこい。エミオという都市伝説の犠牲者によく似ているよ。こういう事件は棚橋彩に任せるべきだ。棚橋美塚と棚橋彩に。そしてその都市伝説。そして君は橘歩美だ。18年前に幸福市で起きた連続少女殺人事件を連想させる内容だ。エミオの都市伝説は18年前の事件が元となったものなんだろうか。うん、もしくは18年前より前に存在して、それになぞらえた劇場型の事件だったのかも。その都市伝説と佐々木英介君殺害との関連性は、うん、今回の被害者は男の子なのよね。そうなんだよな、まあ、見た目はね。見た目は男、心は女かもしれないじゃないか、アイビー。そういう時代なんだもん、今は。そういう時代なんだよ。そういう時代というか、時代関係なくあったけどね、それは。うん、なるほどね。なんかね、ファミタンって、本当に最後の最後での裏切りというか、どんでん返しっていうのが、後ろに殺少女も消えた後継者もあったので、どんでん返しっていうか、バーンみたいな、そういうのあったので、で、かつ、このゲームのプロデューサーさんだったかな、ちょっと、役職は正確には忘れたけど、インタビューの動画みたいので、賛否は分かれるだろう、結末にみたいなことを言っていたので、これもなんかそういう感じにまとまるのかなっていうね、ちょっと期待してますけどね。うん、そうなんだよ。先生の話によれば、18年前の事件では男の子の被害者はいなかったって。でも、無関係とは思えないわね。佐々木くんは同じような紙袋をかぶせられていたんだもの。うん、模倣犯か。他に何か気になることはなかったの？他にか、他にね、考えてみる？他に気になることか。そういえば、今回の事件の担当刑事のクゼ、ソードバスタークゼっていう女性の刑事さんのことを先生が知っているみたいなんだ。ああ、やめてよ、クゼちゃんを出さないで、ウッちゃんを出すの、ここに。どういうことなの？ウッちゃん、やっぱ犯人か、お前。ウッちゃん犯人説、俺、推してんだけど。先生が何とおっしゃってるの？ウッちゃん犯人説で、うっちゃんが捕まって最後に俺が探偵になることだっていう。実は聞きそびれちゃってよくわからないんだ。そうなのね。とりあえずどうしましょうか。え、なんで色が変わるの？なんかメッセージの色ちょくちょく変わるのは何なの？先生がいなくても、あ、はい。はい、私は強いんだ、負けないぞ。私は現場を見ていないから何とも言えないわ。あら、なんかおばさま感あるね、それ。やっぱ子供います？あゆび、子供います？俺おかしいな、あれ、俺たちちょっと、これ雪消えた過去以降の話であれば挨拶しに行ったはずなんだけど、俺そこら辺描かれてないから何かあったのかもしれないな。私は現場を見て。そっか、あかねちゃんでもいいよ。あかねちゃんだっけ？あかねちゃんも出してくれてもいいよ。今日は掃除できないな、ダメだな。あゆび、掃除しよう。まずは困ったら掃除しよう。テスト前かな、テスト前かな。好きあらばあゆみタッチ。ん？何？あ、ちょっと反応変わったか？どうしたの？から変わったか？ん？何に変わったな？どうしたどうした？あゆみ。何じゃないんだ。君が何ではない。ダメか。4回やらせてね。4回目で変わるって結構あるからな。あゆみちゃん。何度もか。ダメか。電話は封殺されてると見た。あゆみの番号わかんないもんな。これ。あ、これ1個下選べないのね。ダメか。おかけになっダメね。うん、考えるしかないか。そうだな。まずは。まずは。何せよ。ラーメン屋に行こう。情報が全く足りてないから、警察署に行って話を聞いてこようと思う。ラーメン屋じゃダメですか？ラーメン屋じゃダメ。じゃあ私は佐々木くんの最近の様子とかを調べてみることにするわ。それでいいよね。危険が迫る。あゆみ。あ、違うな。あゆみの方が強かったんだな。あゆみの方が強。なんだっけ。あの左官屋。盛ん屋。ちょっと待って、ボンドにも出てきたやつ。ちょっと待って、なんか出てこなくなっちゃった。なんだっけ、あゆみを人質に取ったと思ったら自分が人質に取られたやつ。
なんだっけな、なんだっけな、左官屋のなんだっけな、忘れちゃったな。くそー、さすが2年も出すと忘れるか。ボンドに出てきたんだけどな、予防先生がいなくて もその顔で言うな、お前は。もしかして警察署の場所忘れちゃったの？住所教えてあげましょう。はい、住所と3サイズと電話番号と教えてください。うん、場所は分かっているから大丈夫。大丈夫か。警察署の場所忘れちゃった。大丈夫って言ったばっかりな。ちょっとチェックな、チェックな、基本チェックな。ダメだな、ワンチェックでいいよ、とりあえず。このフェーズでは多分無理な気がする。警察署へ向かう。これだけか。じゃあ向かうか。じゃあ行ってくるよ。うん、私も出かけるわ。鍵閉めてこうね。私たちって探偵としてまだまだだけど、二人で力を合わせて頑張ろうね。うん、そうだね、そうだね。役所まで婚姻届出しに行こうか。また後でね。はい、なるほどな。幸福警察署。あんな感じで、なんか市内持ってる部活の顧問みたいな感じで立ってんの、警察署の前って。あんなんなの、あんな感じ。あー、あの後ろ姿はまさか、まさか、まさか来るか。当然だ、君だ。あの父兄さんに聞いてみようかな。来るか。え、なんかあの父兄さんってか、交通ルールを守りましょうの父兄さんのか。あの父兄さんっぽいぞ、例の。え、でもなんか来ないな、こっちかな。鎌田警部の姿は見当たらない。あ、それどうでもいいわ。この人も出ないのか。鎌田警部。そっか、カーソルの移動こんな重かったっけ、もっと高速じゃなかったっけ。なんか遅い気がするな。鎌田警部。父兄さんチェックできるね、ちゃんと出るんだね。狙ってるだろ完全に、任天堂。さては、さては味を占めたな、バッドエンドに。まあ捕まったんだよな、お前。これ何、これ何、金属探知機。あの父兄さん。あ、呼べってことね、すごいね。鎌田警部。見当たらないと。あゆみ、助けてくれ、エビ王に捕まったんだ俺。あゆみ。はい、もしもし。あ、よかった、着去されてなかったわ。あゆみちゃん、そっちはどう。どう。今調査を始めたところよ。何か分かったら事務所に戻ってから報告するわね。うん、うん、よろしくね。なんか分かった、あゆみ。くっそ、くっそ、まあそうだわな、封鎖されてるか。うっちゃん、うっちゃん、あよで、うっちゃん、うっちゃん、ワンコール以内に出ろ。報告は事務所に戻ってからでいい。調査を進めてくれ。はい、ボス。わかりました、ボス。うっちゃん、何度もか。ちょっと微妙に違ったね今。誰もいない事務所にかける。ガチャ、はい、こちらは宇津木探偵。あ、びっくりした。びっくりした。申し訳ありませんが、今事務所は留守にしています。ひとみちゃんが出たかと思った。ひとみちゃん、ひとみちゃんいるんだよね。でもひとみちゃん別に捕まってないもんな。ひとみちゃんという名のヤンキーがひとみちゃんだった気がするけど。後日担当者より折り返しご連絡させていただきます。はい、どうしよう、なんかメッセージを残そうかな。残そっか。なんだこれ、なんだこれ。あゆみよ、私あゆみよ。立花です、立花です。もうあなたったらまたズボンのチェックが開いてる。もういつ奥さんと別れてくれるのよ、うっちゃん。これのちのち問題だ。そう、お前なりさ。大丈夫か、大丈夫かな。これメッセージ、はい、ワンメッセージ残ったけど。もしご依頼の件でしたら、なんで俺が出んの。直しいただくか。発信音の後にお名前とご用件をお話しください。なんでランダム性があるの、なんで俺が出るの。どういうこと。後日担当者より折り返しご連絡いたします。よろしくお願いいたします。ゲームの時間だ。遊戯王かな。今特に残したいメッセージもないからいい。ちょっと、何その言ったでん。ちょっと待って、もう一回だけかけさせて、多分同じだろうけど。これ早く早飛ばしはあ、できるね。オッケー。ああ面白い。ちょっと他のパターン見たかったけどな。そっか、考えようか。鎌田警部に会えるかな。会えるかな。鎌田警部ってワンっていうか、前の子いたっけ。呼ぶが正しいのか。うん、じゃあ呼ぶか。あたりの人。あの、お忙しいところをすみません。あ、メガネっ子女子か。メガネっ子父兄さんだったわ。じゃあ違うな、あの人と。そっか、あの父兄さん俺好きだったんだけどな。メガネっ子父兄。こんにちは。ん、何かご用なの？ん？ん？メガネかけただけじゃないですか？あれ、あなた会ったことないですか？あれ、なんか見覚えあるんだけど、見覚えあるんだけどな。ちょっとまずメガネ外してもらっていい？ん？ん？この時のも
そうだよね、そうだよね、犯罪抑止で抑止してきた人だよね。事前に未然に防いできた人だよね。あれ？ああ、あなたは確か。まさか名前がわかる？はい、宇津木探偵事務所のスケベ探偵です、どうも。あなたね、お久しぶりです。ストップ、ストップ変態行為みたいな、やめろそれ。ストップ変態行為みたいな、やめろやめろそれ。近づかないでみたいなスタイルになってんだけど。お久しぶりです。これってこちらに転勤されたんですか。これってまさか前のセーブデータロードしたからかな。前のセーブデータロードしてなかったらこうならなかったのかな。あ、それにメガネをかけていらっしゃるからすぐに気づけませんでした。後ろ姿で気づいてましたよ。なんとなく察してましたけど、まさかと思ったが。少し前にこっちに来たのよ。あ、普段はコンタクトなの。あ、コンタクトなの。じゃあなんで今日はメガネなの。何しょぼしょぼしちゃった今日。そういうこと。コンタクトね、片目落ちるもんね、結構痛くなるもんね、突然両目が痛えとか、なんかね、ケロちゃんと戦ってる時とか、さっさと打ちへんね。よく俺の眼球に攻撃してくるボスいるもんね。そういう系かな。相変わらず素敵な不景さんだな。本当だな、素敵だな。まさかの続投。嬉しいな、続投嬉しいな、こういうの。多分そうだよね、ロードしてからなんで俺が光ってんの。幸福警察の受付にいた府警さんとは過去の事件で会ったことがあり面識がある。いや、捕まったことあるんですけど、過去の事件じゃなくて事件の犯人だったんですけど、俺が府警さん。その他なんだね。以前別の警察署に勤務しており、過去に起きた事件の際に会ったことがある。これはどっちだ。後ろに立つ少女の時かな。メガネをかけているが普段はコンタクトのこと。府警さん非公開。なんでブロックされてんの。非公開。そっか、年齢非公開か。可愛いね。まさかの続投ですか。さすがですね。もう一回捕まりますか。じゃあ捕まえてみてくださいよ俺は。素敵な府警さんだ。素敵だな。捕まえてみろよ俺は。言っとくけど本物よ。言ってたね。前にも言わなかったかしら。言ってましたね。ゴージャス。前にも思ったような。デリシャス。デリシャスの意味違う。ちょっと待って、セーブするわ。嫌な予感した。セーブするわ。ちょっとなんか何もかも持って帰る気がする。嫌な予感したんでセーブしました。もういい。これで自由だ。さあ、ゴージャス。はい、ゴージャス。4回行くで、ゴージャス。ゴージャス。って変わらんか。さすがに変わらんか。ゴージャス。同じ手は使ってこぬか。やるの。だがこっちの子はどうだ。鎌田警部の。興味なしか。なるほどな。もう少してみるか。電話番号やめておダメか。電話番号教えてと思ったのに。考えよう。鎌田警部に会えるかな。いや、目の前のこのこと考えて。警部とかどうでもいいから考えて。府警さん、こんにちは。こんにちは。府警さん、こんにちは。こんにちは。府警さん、こんにちは。こんにちは。いつか怒ってくれないかなと思って。こんにちは。こんにちは。府警さん。いつか怒ってくれないかなってちょっと思ってるけど。ダメか。怒ってほしいんだけどな。怒って捕まりたいんだけどな。今はやめておこう。ダメか。じゃあもうこれしかないか。違う、これじゃねえ、こっちしかないか。鎌田警部から誰か訪ねてくるかもしれないと聞いていたけど、あなたのことだったの、ね、俺のことなんですよ。今担当の刑事を呼びますね。いや、いいっす、呼ばなくていいっす。鎌田とかちょっとどうでもいいっす。府警さん、府警さん、結構間が長い。誰だよお前。へー、君が探偵だって。お前が矢上ライトらしいな。私の名はリンド・エル・テイラー、通称 L です。この人確か今朝現場にいた人だ。お前なんか流行り紙とかにもいなかった。こんな感じの子。こんな感じの人流行り紙にもいなかった。チャラ系。鎌田警部は打ち合わせ中だから、この僕が君の相手を任されたってわけ。ってわけ。はじめまして、上原大輔っす。あ、嘘つけ、矢上ライトだろ。お前のことは矢上ライトと呼ぶ。あ、上原の神は上じゃなくて神がかってるとかの神。やめろそれ、美空直美になんか説明してる時みたいな。やめろ、神様の神みたいな説明やめろ。死ぬぞ。こんにちは、宇津木探偵事務所の者です。どうも、天下三日です。左の府警さんの名前教えてよ、それより。お前の名前はどうでもいいわ。左の府警さん。ゴージャス。ゴージャス、デリシャス、ベリーキュート。素敵な府警さん。あれ、変わった。あ、変わったぞ、おい。メガネで印象って変わる。変わるんだな。あ、なんかね、それはね、アイラとフラメモで、アイラとアイラのメガネ選びイベントをやってる時に思った。メガネって意外に印象変わるんだな。フレームの色とかで割と変わるよね。あ、それね、ちょっと俺も思った。メガネで印象って変わるんだ。変わるんだな、メガネで印象変わるんだな。ゴージャス。あ、これ見、あれ見る場所違うんだっけ。ゴージャス、そっか。素敵な不景さんだ。あ、そっか、そんなの違うんだっけ。そっか、不景さんでもパーツごとに分かれてるね。メガネで印象。なるほどな、大神一郎のチェックタイムと同じだ。目が綺麗だって絶対大神言うから。メガネで印象。謎の 目の色にのこだわりがあるからな、髪の毛と大神は。じゃ、こいつもあるってこと。ネクタイ。クゼ刑事に
怒られてた人だよな。そうだな、クゼちゃんに怒られたな。ソードマスターのスキルかけられそうなんだ。クゼ刑事に。そうか、涙袋があるやつが犯人の可能性は、まあ、低いかな。割とその可能性は低いんだよな、うん、クゼ刑事に。同じか。そっか、いつ捕まえてくれるかなって本当に期待してるんだけど捕まえてほしいんだけど、ね、あんまり刑事っぽくない人な。刑事っぽくないな。後ろの子も可愛いね。あれなんであんなに描かれてるの、ちゃんと綺麗に。 あの子本当にモブかモブじゃない感強いんだけど。今朝の事件の詳細が聞きたいんで、ね、そうだよ、つまびらかに話してくれ。はい、お忙しい中恐縮なのですが。ケイさん一緒にいてくれるの嬉しいな。仕事に戻らなくていいの。オッケーオッケー、何だって喋っちゃうから何でも聞いてよ。左の不敬さんのスリーサイズと名前教えてくれないか。あの被害者なんだけど、実はさ、 いきなりここで上原刑事、奥で話されてはいかがですか。そうですよね、こんなところでなんてね。貴重なアドバイスあざした、あざしたでもさ、不敬さん続投するということはさ、俺の頭の中に嬉しい誤算が発生してるんだ。武田が出てくる可能性がある。怪しいお障子に行こう。僕の部屋へどうぞ。怪しいお障子が転職してる可能性があるんだ。会長世代の生き残り、武田大丈夫なんだろうか。いや、これマジで来る可能性あるんじゃないの。その呼ばれ方するのはちょっと複雑。複雑雑福福沢。あ、はい、そんな上目遣いその上目遣い何よ。あ、どうもありがとうございます。どうした、矢神ライト、どうした。何、左腕に封じられてるお前の力が目覚めそうなのか。ダメだ、テンションおかしいな俺。あ、消えちゃった。冷めないうちにどうぞどうぞ、せっかくお姉さんが入れてくれたんだからさ。そのお姉さんの名前教えてほしいんだよ。ああ知らん、お前など知らん。会議室のような。ダメか、変わらないのか。そう、飲み物気をつけないとな。致死量の睡眠薬コーヒーに入れた記憶あるからな、エビに。ちょっと気をつけないと。ケイさんが持ってきてくれたお茶だ。大丈夫か、あのケイさん俺を殺そうと思ってても、なんか疑いは、なんか別に動機は十分な気がするな、今までの経験上。そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃない。てか目つぶすぞお前目つぶしするぞ、無言で。そんなに見つめないでよ。反応変わるんかい。ではその涙袋をチェックだ。涙くそ、難しい。涙袋。そんなに見つめないでよ。同じか。君名前なんだっけ。矢神ライトしか覚えてないんだけど。矢神ライトさんかな。じゃあ電話かけるか。電話を使うのはやめて。いいよ、こいつの前だったら。使っとこう、考えよう。神原刑事から話。神原か、知らん。矢神ライトな。不敬さん。何何度でも呼んでやろう。何度でも呼んでやるぞ。何ダメか。聞くか。飲まぬ。事件についての詳しいお話を聞かせてもらいたい。お茶を飲んだら死ぬ気がする。そりゃそうだ。お茶を飲みに来たわけじゃないね。さて、何から聞きたいか。とりあえずこのパートを終わるぞ。この時間的にな。